どうも皆さんこんにちは。日本福祉大学の加藤です。よろしくお願いします。小山先生どうもご苦労さんでした。あの飛騨高校は高校なんですよね。えっとこれセンター試験があるんですよ。センター試験があってそこに ICT が絡んで、やっぱり教科書の内容はビシッと伝えなくちゃいけない。でそこでどういうふうに使うかっていうことで、まずどこで使うかつっ,ったらあのやっぱりすべての教室で今まで3回行きましたけども。 私最上階から下までずっといろんなクラスを見ながら全ての教室で大山先生の授業今あそこにあるんですけども、まあ、セッティングとしてはそんな派手なことはないんですけども今まで ICT 活用ってコンピューター教室とかというデザインが多かったんですが全ての教室に右のような、えー、ワゴン車といいますかで簡単にですねあの設置をするということです。で、まあ プロジェクターを使っての授業なんですけれどもそこで誰がやるのかこれはの先ほど68歳の先生とおっしゃいましたけれどもこの先生全ての先生があの使っているですから全ての教科でそれを使うためにはサーバーという情報共有何を情報共有サーバーを使ってですねこの頃は学習者がよりクオリティを高めるために 学習者清張さん自身がダウンロードできるというそういうクオリティの高さというものがあるわけです。それでちょっとご覧ください。で今日理事長のお言葉の中に、まあ、あのモデル化普及ということが大きなテーマになったんですけれどもあの一つ一つのクラスに目が行きそうなんですが私たちあの外から見させてもらっているときに学校全体の力量というものは どれだけの教員がどれだけのボトムアップで授業を ICT を使ってやるのかという意味では、えー、学校全体の力量が行くために非常にこう高まっているなということを感じますそして使えば使うほど、えー、慣れてきますので、えー、そこに慣れというものがございますから当然先生方もあのそのスムーズに活用ができる最も私が ちょあの注目したいと思うのはその授業を見ておりますとやっぱり生徒が自分の届く次の獲得したい情報は何かというものが授業の中で非常にこう生徒の表情だとか手元のハンドアウトとかの連携の中で実に見事にこう乗,り込め乗り込むというかその,あの生徒がですね一生懸命こう その先生の指導の中に取り込まれて学習をするということです。それがデータが語るというところがありますけれども、当然、それがアンケート調査の中にも出てきております。10月18日、その成果が発表されますので、ぜひよろしくお願いします以上です。